チャオあっちゃんです、今日もね一日一駄菓子っていうことで今日の駄菓子をいただきます、はい、はい、ということで今日の駄菓子はまたまたうまい棒、はい、ということでね、うまい棒、あっちゃんの一番大好きなうまい棒はサラミ味、これがね、あっちゃん大好きやね。なんでかって言ったら、多分ね、一番最初に食べたうまい棒がサラミ味やったと思う。ただそれだけ、いやないねんけどもね、なんとも言えへんこのスパイシーな味と、なんていうのかな、香りがすごい好きで、まっちゃんはこのうまい棒のサラミ味がナンバーワンやねんね。で、他はまたいろんな好きなのもあんねんけども、まっちゃん的にはこの うまい棒サラミ味が一番自分の中で、なんていうかマイフェイバリットスフレーバーやねんけどね、やっぱりサラミ味、なんとも言えへんこのうまい棒の独特の香りと独特のこの味ね。だからそのやっぱりね、一番最初に食べたっちゅうのがやっぱりそうやと思うんやけど、それだけじゃないのかな、この香りが好きやね。ではいただきます。やっぱちょっと細くなってるよね、悲しいね。では、うん、うん、これこれ、うん、口に絡みつくね、なんていうんだろう、サラミの香りとでスパイシーななんか香り、あとに口の後味に残ってくる、なんていうのかな、サラミの風味、これが好きくてね、うん、うんうん、唇についた粉なめんのがね、はい、これね、なんかね、世の中の人気はあれやと思うな、コーンポタージュ、昨日食べたコーンポタージュやと思うんだけど、あっちゃんの中ではこれが一番大好きでね。で、意外と人気投票そんなに高いところに似てないんだよね。うん、おいしい。何時でもこの出てきえ出てきえする新製品の中でね、いつまでも最初から残ってるってこのサラミ味の根強いファンもいてるんやと思うけどね。あっちゃんはこれが一番好きやね。もちろんソース風味とかチーズとかいろんなのが出てて、後発でいろんなのも出てきてる。だからすごい今種類が増えてると思うねんけどもね、中でもやっぱり一番最初に出たこのサラミ味、これ一番大好き。これ昨日もやっぱりね言ってた通り、あっちゃん子供の頃は駄菓子が大好きで駄菓子屋さんによく行ってた。ゲームしたり、駄菓子屋さんでおもちゃ買ったりね、ね、イカ食べたりいろんなことするんだけど、結局最後ね、ガチャガチャしたりね、残ってくる10円で買えるっていうのがありがたさ、うん、まあ、それもね、まあ、10円でね、くじ引きも10円20円くじ引きとかもあったしね。昔は本当に10円20円で遊べた時代、何やったっけな、なんたらなんたらサーキットって言って、ルーレットみたいに10円入れてコインが出てくるゲームがで、くる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 って待って、246830みたいな、あれをかけてね、で10円入れて、でそれが当たったらコインに変わるのよ。そんなゲームをずっとやってたりね。そうなんですよ。で最終コインにやってしもたら使わなあかんねんけども、残った10円残しといてうまい棒食べるっていうのも好きでね、結構うまい棒はよく食べてた。なっちゃんの中では本当に好きなお菓子、駄菓子の中ではナンバーワンって言ってるぐらい好きなお菓子やね、うん、今はね12円になっちゃったよ。子供がね10円握りしめて買える、お前が楽しみやね、駄菓子って。まあ、12円になっちゃったらちょっとね、もう駄菓子の
意味がなくなってきてるんちゃうかなって思うんやけどね。でやっぱり町の駄菓子屋さんがなくなる。で一応ね、あのショッピングモールとかに駄菓子屋さん入ってるけど、本当採算合うんかなっていうぐらい、本当に昨日もねたくさん買ったの。ほんまにこんだけも買っていいのかなっていうぐらい買ってんけども、実際払ったの670円ぐらいやってんね。ちょっと笑けるぐらいしかね、あのお金がかからへんのも駄菓子やねんね。大人がいせ贅沢に買っても670円、言うたらポテチ4袋分ぐらいやね。思ったらね、駄菓子って本当に楽しめるしね。で、あっちゃんまたこれね、1日1駄菓子でいろんなもの紹介していこうかなとは思ってんねんけど、やっぱり今までのね、昔の思い出をいろいろ語っていく上で駄菓子ってやっぱ外せへん存在だと思うね。で、うまい棒うまい棒ってきたから、明日もうまい棒かなじゃなく、また違うもの紹介していくんでね、いろんなもの買ってきてるんで、で、まあ、紹介していく。最初はね、うまい棒を売ってるだけ、ここからここまでって買って、それを紹介する動画を撮ろうかなって思ったり、一本ずつ紹介していこうかな。まあ今日みたいなこと1駄菓子じゃないけど、1日1うまい棒って考えてんけど、だったら駄菓子を買って1日1駄菓子をすると結構息の長い企画になるかなと思ってね。でも結構やっぱり駄菓子っていうのは若い今の子供ちゃんもやし、親世代で、そのまだおじいちゃんおばあちゃん世代も楽しまれた駄菓子だから、うちのお母ちゃんなんかでもやっぱりね、もう昭和の初期の人なんかでも昔駄菓子屋、まあ、その頃は1円じゃなくて1銭とかそんな時代やったらしいんだけど、駄菓子屋に行ってきなこ飴とかね、まあ今言ったらこんなうまい棒とかなかった時代だけど、練り飴とかね、そんなを買ってたって話を聞いて、そう思ったら駄菓子って不滅なんやなって、これ、美味しかった、この何とも言えへんね、科学的な味、これが好きでね、体にいいのか悪いのか、そんな談義なんかしちゃダメです、駄菓子には、はい。で、まあ、駄菓子っていうのはね、で、1日1駄菓子は駄菓子を食べて、この駄菓子を説明だけじゃなく、過去の思い出とかもいろんな話していこうかなと思ってんだけど、で、お母ちゃんがね、駄菓子屋さんにそうやって行った頃は、もういきなりね、あっちゃんじゃなくお母ちゃんの話になってるんだけども、あの駄菓子でなあ、なんちゅうの、お金もそんな裕福じゃなかったらしくてね、だからおじいちゃんが戦死してるしね、そんなもあるから、やっぱりでも物のあった時代じゃない、それでもやっぱり子供の楽園天国が駄菓子屋さんやった言うて、だからお母ちゃんがここらにある、あっちゃんがちっちゃい頃よ、駄菓子屋さん行ってね、好きなだけ買いや言うてくれてよ。で、あっちゃんはつけで買って帰ってくるのよ。で、駄菓子好きなだけ買っておいで言うて、でって店に、あっちゃんか言うて、で、またお父ちゃんからもうとくわなみたいなんで、で、駄菓子をよう食べたりしてた時代があって、で、それもやっぱりさすがにね、ダメやから、で、そのつけが効く駄菓子屋さん、おばあちゃん亡くなったんかなんかで潰れちゃってね、違う駄菓子屋さんよく行くようになってね、そこはつけが効かへんからね、お小遣い握っていって買ったんやけどね。またね、あっちゃんの駄菓子屋の話、1日1駄菓子でこれからもやっていきたいと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんの1日1駄菓子、あっちゃんの大好きなうまい棒の味、サラミ味でした。あっちゃんの今日の1日1駄菓子第2話目、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、いつまで続くか、1日1駄菓子これからも出していくんで、よかったら見てください。またね、バイバイ。美味しかったよ、なっちゃんの大好きなサラミ味。